松陰寺さん、はいはい、現金30万円もしあったら何に使いたいですか？もうそうですね、30万ですか。ちょっと最近肌荒れが気になってますので30万円するメイク落としを買いたいですね。なるほど、ちょっと優しくメイク落としたいと思っております。メイク落としなんだ。落としです、ね、ケアする方じゃなくて。まあケアも大事なんだけど、まずはメイク落とし、ちょっとまだまだランク上げれるかなと思ってるんで。なるほど、はい、しっかりと疲れを癒していきたいですね。どうもありがとうありがとうございます。そうですね、僕後輩たちに結構いろいろ結構お世話してるので、やっぱ後輩にね、お菓子を一つずつ買ってあげたいと思います。いや、あまりは自分で使えばいい。はい、ああそうですね、やっぱ完璧を求められたらちょっとボケたくなっちゃったんですけどもでもそうですね、ちょっと初めての経験だったんで、うん、本当にちょっと皆さんのね、ちょっとためにちょっと頑張りましたので、いかがでしたでしょうか。いかがでしたでしょうか。松陰寺さん、いかがでしょう。いや、そうですね、この場所は本当にボケていい場所なのだろうかというのを今日ずっと考えてたんですけど、多分シュウペイやるだろうなと思ってたら、ね、やっぱりやりました。ただその姿勢は僕は大好きです、はい、せっかくなのでご自身が射抜いた番号にちなんでちょっとエピソードなどいただきたいなと思うんですけれども。僕が射抜いたのは4番ですね。4番ですね、はい、では4年前に時を戻したエピソードなどいただけますか。いや、無茶ぶりに答えられるかどうか芸人を試されている。頑張ってください。4年前ですか。4年前、はい、4年前です と、今37でちょうど33の年で、うん、正直仕事が本当に芸人の仕事なくて、そうですね、一番しんどかった時期ではあるんですが、うん、アルバイト先のカレー屋で在庫の確認と納品を任されるようになって、あ、人に頼られるっていいなって思えた、そんな時期でした。時を戻そうってことはもう一個あるってことですか。いや、シュウペイさん、はい、時間には限りがあるけど。そうですね、時間には限りがありますが、しみじみとした4年前のエピソード。はい、はい、そうです、はい、なるほど、はい、堀田さん、今のお聞きになっていかがですか。ずっとぺこぱさん のネタはテレビで見ていたので、この間近で見られて本当になんかすごく救われるネタでいいなって思いました。僕が優しくなれますね。堀田さんを救ったってことですか。はい、どうもありがとうはい、僕歯医者さんから年賀状が届きまして、はい、最近来られてないですけど、治療の途中などでまた来てくださいという年賀状が届きましたやっぱり忘れて、僕のことを忘れてくれてなかったことにすごく感謝して、うん、はい、たくさんは歯を磨いていこうと思ってます僕は歯医者さんからなんですけどいや同じじゃないかって言うけど、あるにはあるだろう、歯医者トークこんな感じで今年もやっていきたいと思います。僕はですね、お母さんから、実家のお母さんから年賀状が届いたんですけども、まあなんかいつも、まあ、テレビで応援してますっていうのはありがたかったんですけど、そろそろ大きいお家に住みたいなと新年早々からちょっと目が覚めるようなちょっとメッセージが届きまして、まあ前々からちょっとそういうことは言っていたんですけども、うん、まあでもちょっとね、そこはちょっと頑張っていこうとは思うんですけども、まあ離れててもこうずっと応援していただいていますので、まあ彼女じゃないわ家族とのね、このつながりをこう強く感じるこう一枚だったなっていう、ちょっとこう新年から衝撃的な、うん、はい、一枚となっておりました。具体的なプランは？はい、具体的な大きな意味は？あ、でも昔から、うん、親に家プレゼントしたいなとはずっと思ってたので、はい、前向きに考えますまあやっぱりこういう、まあ、コロナ禍だったりとかでなかなかこう生活がねこうしにくくなってる部分もあって、こう僕らもこう芸人としてね、こう全国をやっぱこう回ってやっぱ皆さんとねお会いしたかったんですけど、なかなか営業というのができなかったんですけども、うん、まあ、今年はちょっとそういうのもできたらなと思いつつ、まあ、その時はね、今日このメンバーで営業回れたらと思いますありがとうございます悪くないだろう